こんにちは、ロンチーこと中村哲也です。今日はこの時間、新横浜駅に来ております。この時間東京方面はこんな感じ で名古屋、京都、新大阪方面は今この時間帯です。はい、こんばんは、ロンチーこと中村哲也です。今、新横浜駅に来ました。仕上げにレモンさん、一応久しぶりになりました、ね、元気、ロンチーは元気です。仕上げレモンさん、これは何だっけ、ありがとうございます。アイテム、こっちが東口の乗り場になります。こっちも、名古屋、京都、新大阪方面、こんな感じで、東京方面がこんな感じ。こっちがアリーナ方面出口です。さゆちゃん、お茶ありがとうございます。ノアさん、たまたま立ち寄った、今日川崎方面に行って、で、いろいろやってきたので、その帰りに新横浜駅寄りました。雨が降ってるから傘持ってないので、ここまでにします。最初の車検じゃないよね。匿名コメントさん、ここらロンチーということで、こっちがこういう感じ、JR 新横浜駅です。この中には入りませんが、横を通ります。
あ、仕上げレモンさん、あ、そうなんだ、モーニング娘。のライブで何とか行ったことあるんです、ね、うまそうだな。いちご卵って書いてある。ここはシューマイの有名なお店。ノアさん、お寿司ありがとうございます。こっち側もちょっと覗いてみましょう。おはぎかな。さっきのところ、裏から来るところの感じ。ここはあのビッグカメラとか、ビッグカメラがこう10階から9階から、3階まで、で高志マーヤがあってユニクロが10階建てのホテル、ホテルアソシア新横浜、一番上がレストラン。まん延防止も解けて、解除されたので、まだ食べ物屋もやっております。飲食店の方行ってみましょう。もう一周回ったので、ちょっと違うところも行ってみます。
笠なしでも行けるとこまで行ってみます。ここまでは笠なしで来れます。横浜は匿名コメントさん、こんばんは。横浜は今かなり雨が降っております。こんな感じです。匿名コメントさん、今日川崎の方で、ボクシングの練習と、フットサルをちょっとやってきました。その帰りで、ここ寄ってみました。ここを降りていくと地下鉄に乗れます。ちょっと降りてみましょう。匿名コメントさん、ちょっと練習だったんだけど逆に警報されました。こっちが、さっきの1階から降りてきたところの地下にタクシー乗り場があります。ちょっとあっちの先の方に行ってみましょう。
ここまでかな。この先は傘がないといけないので、ここまでにします。この時間、風が強くて、雨も結構降ってます。新横浜、名古屋から、新横浜まで来ることがなかったので初めて来ました。来ましたというかここまで、ホームで泊まるときは見ることあるんだけど、地下がこういう感じになってると思わなかった。あ、竹さんお茶ありがとうございます。こっちもここから先はもう傘がないと今歩けない状態なのでここまでにします。じゃあ、また1階の方へ戻っていきます。あ、まいまいさんお疲れ様です。1階の方へ戻ってきました。
あ、まったりたけしさん、こんばんは。はい、格闘技やって練習、ボクシングの練習行ってきました。新横浜駅は新幹線の駅ですが、やっぱりあの、名古屋とか名古屋駅とか比べてしまうと、もう狭いですね。狭いというか、なんかすぐあの出口に出れるというか。直樹さん、お疲れ様です。もうあの自宅に着いたんだよね。 あれから結構あの6時半近くまでいたから、そこから帰ってきたらこの時間になりました。で、配信するとこどうしようかなと思って新横浜駅来ました。ああ、まだ富士か。でもうちょいだよね、そしたら。もうあのロシアゆっくり帰ろうかなと思って、でもこ の, あの配信が終わったらあのもう車に乗って、まあとりあえずあの名古屋の方に向かって帰ります。まん延防止が、解除されて、結構土曜日の夜ということもあって人が多い感じです。最後はどこにしようかな。タイムが赤色になったらどっか立って、あの内側にして、挨拶して終わりにします。最後
あそこの出入り口のところで終わりにします。傘は持ってないから、ちょっとここから先は行けないけど、まあ、ここで終わりにしましょうか。とりあえず時間ギリギリ30分まで、配信して終わります。ピンボケしてちょっと分かりにくいな。こっち。じゃあ、残り1分30秒で一回向こうの方へ歩いてって終わりにします。あさいちゃん、お疲れ様です。もうあと20秒ほどで終わりです。で、内釜にします。はい、どうも ありがとうございました。